ミロシュ・オブレノビッチ1世から1860年9月26日はセルビア公。第一次セルビア蜂起に参加してセルビア人を指導し、オブレノビッチ家を起こした。統治下にセルビアをオスマン帝国内の自治公国にさせたため、セルビアが独立を回復する端緒を開き、近代セルビアの内外政策を方向づけた人物として評価されている。統治は専制的であり、権力分立を誇示した。また、在位中にはセルビアはもとより、バルカン半島屈指の富豪であった。モンテネグロの貧農であるテオドル・ミハイロビッチと、ビシュニャ・ゴイコビッチの息子として、ウジツェ地方ポジェガ近郊のドブリニャ村で生まれた。ミロシュは3人兄弟の長男であり、4番、イェブラムという弟がいたほか、母が前夫のオブレン・マルティノビッチとの間に設けた、イフ姉のスタナ、ヤコブ、ミランのイフ兄がいた。イフ兄のミランが死去すると、ミロシュはミランの父の名にちなんで、オブレノビッチ姓を名乗るようになった。若い頃のミロシュは、ズラティボルの裕福な家畜商であるアクソイエチメニツァ、一家の使用人として働いていた。ミロシュ・オブレノビッチ1世、第一次セルビア蜂起に参加し、蜂起が収束する1813年まで戦った。ミロシュの異父兄であるミランもまた蜂起に参加し、ルドニク地方のボイボダに昇進した。蜂起が失敗した後も、ミロシュは反乱指導者の一人として、セルビアに留まり、オスマン帝国の報復的反撃に直面した。ミロシュは1817年に、カラジョルジェ・ペトロビッチを暗殺し、セルビア人の指導者となった。1815年4月に第二次セルビア蜂起を企てたミロシュはこれを指導した。オスマン帝国は1817年に至るまでミロシュの軍勢に対して優勢であったが、ミロシュはオスマン帝国軍の司令官であるマラシュリ・アリーパシャと交渉して停戦合意を得た。合意の結果としてセルビアはオスマン帝国の総主権下に留まったものの一定の自治権を獲得し、ミロシュは専制的統治者として権力の座に留まることとなった。さらに、1830年と1833年のスルタンの勅令により、セルビアはミロシュを世襲の公とする自治公国となり、領土を拡大した。また、セルビア正教会の府主教として、ベオグラード府主教がコンスタンティヌーポリ総主教から独立する形で創設され、ロシアはセルビアの自治に対して保証人的地位に立つことが承認された。タコボ蜂起に臨むミロシュ・オブレノビッチの彫像ミロシュの冷酷で専制的な統治に対してセルビア人はたびたび反乱を起こしたため、ミロシュは1835年に憲法を制定することを承認したが、セルビアの隣国オーストリア、宗主国オスマン帝国及びロシアの3帝国は、憲法は自らの絶対主義的政治形態を脅かすものとみなし、この動向に反発した。とりわけオーストリアのクレメンス・メッテルニヒは、セルビアが独自の国旗を制定し外務省を設置したことを嘲笑した。ロシアとオスマン帝国の要請を受けたミロシュは憲法を廃止した。1839年に、長男のミランに譲位したが、ミランは数週間後に死去したため、次男のミハイロが皇位を継承した。ミハイロは1842年に廃位され、一族は権力の座から退いたが、ミロシュは1858年に復位して、晩年の2年間在位した。1805年にリュビカ・ブコマノビッチと結婚した。二人の間には名前が確認できる子女が7人いるが、リュビカには妊娠したものの流産、死産ないし陽性した子女が他にもいると言われており、最高で17人の子女がいたとする資料もある。ありがとうございます。